さあ皆さんこんにちは、私大福と申します。よろしく申し上げます。ということで、新フィールドラピスラズリコハン実装のお知らせが来ました。よろしくお願いします。はい、マジで待望でしたね。なんかニューイヤーキャンペーンがそこそこっていうようなところだったんで、みんなこの情報ずっと待ってたんじゃないですかね。で、思ったより早くて1月に実装されるというところで、まずは情報の方を見ていきたいと思います。で、この動画の見せ場なんですけども、基本的には新フィールド実装までにやった方がいいことっていうようなところを、これ情報を見た後でまとめてるんで、ぜひ最後までご覧ください。マジで役立つ情報をまとめてるんで。今回結構ね、なんかフィールドでタイプ1のキャラが分かりやすくて、結構料理の想定もしやすいなっていうところあったので、もちろん新ポケモンの食材とかまだ出てないんですけども、その辺の想定もしていくんで、ぜひ最後までご覧ください。で、まずは情報ですと、新登場ラピスラズリコハンフィールド。新しいフィールドラピスラズリコハンが見つかったという報告がありました。ポケモンたちとの新たな出会いがありそうです。ネガオ図鑑の目標を達成し、ラピスラズリコハンでの睡眠リサーチを進めましょう。いや、見てこの絵。むちゃくちゃいいじゃないですか。なんか、海竜でっかぬーんって感じですね。やっぱ海竜を楽しみにしてるっていうのはね、やっぱ運営さんも分かってるっていうようなところですよね。めっちゃいいですよね。で、フィールドの追加日誌なんですけど、これ注意で、まさかの1月24と、これ水曜日の15時ですね。ということで、もし初週で行くんだったら、リサーチフィールドの移動っていうようなところが必要になってくるんで、ちょっとここは注意ポイント一つ目ですね。で、フィールドアンロック条件なんですけど、これ240種類ネガ図鑑達成って、これ結構大変で、多分無課金の人とかだとまだできてないんじゃないかな。まあ無課金とかだとね、うの花行ったことないっていう人も全然いるかなっていうふうに思うんで、結構240種類大変かなっていうふうには思うんですけども、ただね、後半のでネガを集めるにはどうしたらいいかみたいなところも説明するんで、少々お待ちくださいと。で、新たに出会えるポケモンの睡眠タイプっていうようなところなんですけども、これ、ワクワクなポケモンさんが来てますね。ウトウトでミニ竜、白竜、海竜、最高600族最高。しかもウトウトって俺出やすいから嬉しいわ、個人的には。で、スヤスヤで、ラルトスキルリア、サーナイト。ぐっすりで、ヌイコグマ、キテルグマ、エルレイドっていうようなところですね。で、これ新ポケモンについてなんですけども、まあこれもちょっと後ほど触れたいと思います。とりあえず情報全部見ていくわ。で、カビゴンの好きな木の実はドリマゴクラボっていうことで、ごめんなさい、ドラゴン来なかっためっちゃドラゴン読みしてたチルタリスめっちゃ育ったわ。まあいいや、ドラゴン読みだったんですけども、まあ草フィールドっていうようなところで、まあ予想当たった方はおめでとうございますと。ただ草とエスパーと格闘でまああれっすね、まあ、悲しいかな、バリアードさんってところですけども、後ほどタイプ1の使えるポケモンってところ見ていくんで、ぜひ少々お待ちくださいと。で、もう一つ情報来てるんですよ。これ、ラピスラズリコハン登場キャンペーンっていうことで、これマジね、初心者の人にも優しい仕様になっていて、で、1月24日にラピスラズリコハンが登場するんですけども、ただ新ポケモンって240種類集めないと見れないってことになるじゃないですか。じゃなくて、新しい人に見れるように若草でも、最初の2週間は新ポケが出るようにしてくれるっていうようなキャンペーンが開催されると。1月29日から2月12日の2週間ですね。で、ラピスラズリコハン登場キャンペーンは若草本当に2週間開催いたしますと。ラピスラズリコハン登場キャンペーンでは、ラピスラズリコハンに登場するミニウラルトするムニコグマにキャンペーン期間中のみ若草本当でも出会えるようになるっていうようなところになりますと。キャンペーン終了後は出ませんっていうようなところが書いてますね。で、もう一個これ素晴らしいので、キャンペーン期間中の限定ミッションではミニリュウとラルトスとヌイコグマのお香がもらえる。超貴重ですねこれマジで。で、今回は、1周目のミッションと2周目のミッションの2種類のミッションに挑戦できるっていうことで、まあ複数もらえる可能性があるってことですね。で、ちなみにこれ別に若草に行かないっていうような人でももらえることができるって限定ミッションになるので、別に若草に絶対に行かないといけないっていうようなわけではないということですね。で、ただ注意点としては、キャンペーン終了後には基本的に使えなくなる、まあキャンペーン終了後1週間経過すると使えなくなるっていうようなところなので、アンロックしてない方は早めに使ってねってことが書いていますと。これマジ注意点ですね。で、キャンペーンの進め方とかはもう簡単で、若草本当で眠るだけっていうような感じで、まあさっき言った通りピックアップポケモンはミニリュウ、ラルトス、ヌイコグマでも、これ多分可能性が上がるってわけではなさそうですね。で、ただ今のはどちらかというと、そのまだ無課金とかで、そのまだ解放できてないよっていうふうなところ、美課金でもちょっとむずいかもしれないけども、の人で、まあ解放できてる人ではもうラピスラズリに行った方が出会えるよっていうふうなところなので、もう解放できてる人は基本的にお香もそっちでもらえるんで、もうラピスラズリへゴーしてもいいっていうふうなところを言われています。で、注意事項は今回はそんなに大事なところはないかなってことで、とりあえず情報をざーっと見ていきましたと。はい、ではここからね、まずは新ポケモンについてっていうふうなところで僕のちょっと所感を述べさせてもらった後に、その後、新フィールドのタイプ1ポケモンについて説明させてもらって、で、あとそこから想定できる料理っていうふうなところも言って、で、その辺まで踏まえた上で、フィールドに行くことを優先したい人がイベントまでにやりたいこと、誰をどこで厳選していくかってところを説明していきたいと思っています。で、あとは、ただ、そのフィールドに行けないっていう人のために、寝顔の集め方こんな感じがおすすめじゃないっていうようなところとか、あとフレンド飴の注意点とか、あと今後の予想みたいなところの方も説明していきたいっていうふうに思うんで、結構盛りだくさんな動画になっているんで、よろしくお願いします。では、まずは新ポケモンについてなんですけども、ミニ竜族、ラルトス族、ヌイコグマ族っていうようなところですよね。で、現状この子たちのタイプは不明で、
言っておくと、これ、海竜、まあ、ミニ竜族っていうのがドラゴン飛行で、まあ、ドラゴンの可能性高いかなっていうようなところは言われていますと。で、キテルグマはノーマル格闘なんですけども、タイプ、フィールドのタイプ的には格闘が来るかなっていうふうに思われていると。で、もう一個特殊なのが、ラルトス族ですね。ラルトス族は、キルリアっていう第二進化から、サーナイトがエルレイドへの分岐進化になってるんですよ。で、ここで多分、新アイテムみたいなの可能性もある、メタルコートみたいなのがまた来る可能性があるんですけども、まあ、分岐進化になる可能性がありますと。で、分岐進化の予想はちょっとできないですね。エルレイドはエスパー格闘、サーナイトはエスパーフェアリーっていうような感じなんですけども、まあ、可能性としてもしかしたらサーナイトがエスパーで、エルレイドが格闘みたいな分岐の可能性もあるんで、ちょっとわかんないですね。まあ、ヤドキングとヤドランみたいな関係になるかもしれないんで、タイプ1、タイプ両方でエスパーの可能性もあるんですけども、まあ、どうなるかはちょっと今後のお楽しみって感じですね。まあ、この辺のなんか、この辺も憎いっすよね。さすがっすね、カボケさん。このワクワク感を残すと、予想できないワクワク感残されてますね。楽しみですね。で、まあ、新ポケモンですけども、まあ、予想、これマジ個人的な予想なんで、これ絶対にマジ予想っていうようなところから、そんな広めないでほしいんですけども、海竜はこれスキルで新スキル来るんじゃねって思いたい。木の実でチルタリスと被せるんだったらめちゃくちゃ強いスキルタイプっていうような形で来るとかの可能性が高そうだなと思ってます。食材はちょっとやっぱ海竜なんでもう一個上行ってほしいですよね。もしくは新食材を持っているって可能性かな。ただ、まあ、食材で言ったらキテルグマの方がありえるかな。格闘タイプっぽいんで、格闘タイプって今オコリザルとかルカリオで食材タイプの枠が空いているところなんで、まあ、食材できそうだなというふうに思っておりますので、エルレイド系というかサーナイトとかは、まあ、木の実型、エスパーか木の実型でね、順当かなっていうふうに思ってるところです。まあ、バランスよくいくならこうなんですけども、ただカブポケさんはね、結構その変化球ストレートからのチェンジアップ投げるのが結構得意なタイプなんで、空振り三振させられそうな気がしますね。はい、では新ポケモンについてはまた続報が出次第動画出そうかなっていうふうに思ってるんで、ぜひチャンネル登録と高評価してお待ちくださいと。で、続きまして新フィールドのタイプ1ポケモンなんですけど、まず草がメガニウム、不思議花、ウツボとリーフィアちゃんって感じですかね。まあ、それぞれ、まあ、背景緑の木の実タイプと、背景黄色の食材タイプと、背景青のスキルタイプっていうような感じで分かれているっていうような感じです。で、エスパーの方が、バリヤード、エーフィー、ソーナンスっていうようなところになってますね。これ。まあ、後でちょっと触れるわ。で、あと、エスパーが言ったから、あと格闘の方が、オコリザルとルカリオちゃんっていうような感じになりますね。はい。で、まあ、結構厳選むずいポケモン来ましたね。結構。で、まあ、感想としては、まさかのマラツモイとバリヤードを同じ島にする。バリヤードちゃん、ナビナメでしょ、これ、進化回数1回少ないし、厳選も、マラツモイの方が進みやすい感じあるし、まあ、これ、ナビナメ、バリヤードさん、バリヤードさん、ナビナメ配送かもしれないんですけど、もしかしたらね、新フィールドにめっちゃ出るかもしれないんで、まだわかんない。まだ逆転の目は残ってるんで、最終問題100点です。よろしくお願いします。で、食材の方がね、結構偏り合って、まあ、結構デザート寄りっていう風には見えるかもしれないんですけども、まあ、食材をちょっと触れたんで、まあ、食材今書いてるんで、こんな感じ。第一食材、第二食材、例えばチコリタなカカオが第一食材、蜜が第二食材って感じで書いてるんですけども、で、まあ料理で可能性があるなってところを挙げてます。で、カレーですけども、まず第一候補は正直絶対眠りバターカレー狙っていく、ホームラン狙っていくスタイルがいいかなって。ポテト18、トマト15、カカオ12、ミルク10で、これなんとウツボットとブイズ艦隊で作れちゃうんですよね、今回。これマジでやばいことで、今までカカオメックスとウツボットっていう風な結構タイプ不一致を入れないといけなかったんですけど、ウツボットがタイプ一致になるし、まあバリアルでもいいんですけど、で、タイプになるし、しかもカカオミルク持ってくるカカオメックスじゃなくても、ブイズを2匹ぐらい入れたら、まあ確かにちょっと不足になるかもしれないけども、結構絶対眠りが入れられるっていうようなところなんですよね。これ結構やばい話で、なので皆さん、ウツボット育てた皆さんは結構正解で、しかも EV ウィークで多分強い EV は皆さんいるかなっていうふうに思うんで、これかなりすごい話ですね。はい。で、カレー臭が来たら絶対眠りで、まあもう一個、第二候補としてはキノコの星カレーとかは寝れるかもしれないですね。まあキノコ14、ポテト9で、まあオコリザルのキノコで集めながら、ちょっとゲンガースポットで入れて、で、ポテトのウツボットちゃんを入れるっていうところで、まあ狙いなくもないかなって思うんですけど、今回カレーは絶対眠り狙いがかなりホームラン打てますね。で、次がサラダは結構苦しいんですけども、やるとしたらムラッケチョコミートサラダかな。カカオ舞台が結構いるんですよ。チコリータちゃんであるとか、あとまあ EV 族であるとか、カカオ個体いるんで、あとオコリザルの肉っていうようなところを使えばムラッケチョコミートサラダ作れるんで、ムラッケチョコミートはね、食材種類の割にめちゃくちゃエナジーが高い、かなり高性能な料理なんで、これかなりみんなレベル高い人も多いと思うんで、狙っていいと思います。で、この島ちょっとね、デザートとの相性良くて、まず甘い香りのチョコケーキ、蜜9、カカオ8、ミルク7っていうところで、まあ蜜は例えば不思議種とか、で、あとチコリータの第二食材っていうようなところ狙えるし、まああとカカオもチコリータで狙えたりするし、で、V 字でミルクカカオも狙えるから、結構甘い香りのチョコケーキできるって感じ。
感じですね。で、追加で悪魔のキッスフルーツオーレってところもできなくもなくて、まあ、リンゴがいるんで、ライチュウとか入れる可能性はあるんですけども、それだけですよね。全然ライチュウとか入れてリンゴちょこちょこ持ってくるとか、まあ、あとアチーブでもらえたりするんで、悪魔のキッスフルーツオーレを狙うも一つですよね。ライチュウ、木の実不一致でも全然強いですからね。まあ、で、っていう入れ方をするのも一つありかなって思います。で、ここまでを聞いて、じゃあ、おすすめの厳選ポケモンみたいなところを説明していきたいんですけども、フィールドに行くことを優先したい人、まあ、ラピスラズリに行くよっていう人、もしくは若草で、今後ラピスラズリ行きたい、願い足りてないけど行きたいっていうような人が、厳選をその優先すべき子っていうのをちょっと考えてみますと。で、ここで言えるのは、まずはチコリタ。マジで一番いいのはチコリタです。これ木の実、正直計算したんですけど、一番持ってきます、木の実。マンキーよりも持ってきます、というところで、まずはチコリタが一番強いと。ただ、こいつ結構厳選しにくいってところがあるんで、他で行くと、マンキー、マラツモミ、で、あとイーブイ。で、あと、マネネもまあ悪くはない。あと、不思議だねっていうようなところの厳選かな。まあ、ランクつけると、まあ、チコリータ、SS。で、次にマンキーとマラツモミとイーブイっていうようなところかな。で、まあ、マネネも別に並んでも悪くないっていうようなところですけど、まあ、あと、不思議だねっていうようなところかな。まあ、ちょっとこれ、厳選の難しさが含んでるんですけども、ここはちょっと個人の所感が入ってるところです。で、イーブイの進化先ですけども、おすすめは、1位がエーフィー、2位がリーフィア。なぜなら、エーフィーの方が、木の実的なエナジーを稼いでくれるっていうところで、リーフィアは、スキル強いんですけど、ヒール。ただランダムヒールなんで結構ね使い勝手が厳しい。でもエーフィーはエナジーチャージ M なんでスキル面でも強いんで、まあエーフィーの方がおすすめで、次にリーフィアっていうような感じですね。でまあ両方とも、まあスキル特化のエーフィーもいいけど、リーフィアで行くとヒーラーというよりかはチコリータの厳選が済んでない人っていうようなところなので、まあ木の実の数 S あるといいなっていうふうに思います。結構木の実型と併用の純ヒーラーとして使うのがおすすめかなっていうふうに思ってます。であとはヒーラーとしてのニンフィアありかな。結構プクリンとかで蜜とオイル持ってくるもありかなっていうふうに思うんですけども、まあニンフィアでミルクカカオで絶対眠り狙いとかフルーツじゃないわ、デザート狙いっていうのがありかなっていうふうに思います。ただちょっと注意で、特にエーフィーとかを進化させようってするんだったら、ちょっと一緒に150時間寝ないといけないんで、進化条件はしっかりと整えてください。逆に重課金とかだったら、ここの条件が一番厳しいかもしれない。厳選よりも厳しいかもしれないということで、一緒に寝てあげましょう。でまあ何度も言ってるけど、ウツボット ×V 図艦隊で絶対眠りバターカレーですよね。それでそれがマジでカレーでめっちゃ料理で稼げそうなフィールドですよね。でまあもちろんカカオメックスでの代用も OK です。でこの厳選をするのに行くおすすめのフィールドですけども、まあ、フィールド見たんですけども、現状はシアンの弟が一番チコリータ期待値は高いですね。若草だとね、ちょっとやっぱ出る子が多いんで、若草にも似たような厳選はできるんですけども、ただ出る子が多いので、シアンの弟でチコリータとかマンキーとかマラツモミとか、その辺の厳選を進めていくっていうのがありかなと。ただ問題があるのが、若草じゃないと不思議種が出ないというデメリットはあります。なので不思議種蜜がどうしても欲しいとか、蜜トマトどうしても欲しいよっていう人がいたら、若草の方での厳選も全然ありと思います。ただどっちもなんですけど、特にシアンかな、極人とあとアーボとかの毒蛇艦隊に襲われる可能性があるんで注意してください。はい気を確かに、ソウルジェムが濁らないように注意して。なので、まあ、シアンのウトウトでの厳選は結構ありかな。でも、マジで報告で聞くんですけど、極人と毒蛇多いんで、あんまり期待値は高めずに。っていう感じですね。チコリータの厳選が進んでる方はおめでとうございます。まあ、木の実 S あるといいけど、まあ、一旦は木の実 S なしのお手スピ特化とかでもいいのかもしれないなと思いますけどね、厳選難しい子は。マンキーとかになってくるとね、ちゃんと木の実 S でやっといて、チコリータは、まあ、多分フィールドにも来る可能性あると思うんで、長期的に見るっていうのは一つありかなっていうふうに思います。まあ、お手ぼこ体とかね。この辺は人それぞれなんで、あと、運にもよるんで、日頃の行いをしっかりしましょう。でも、あとは、まあ、トープは結構絶望的なんですけど、宇野原の弟でマナツモミとマンキーを狙うっていうのは、宇野原まあ今週いるって人は弟狙うっていうのもありかなっていうふうに思います。マンキーもね、木の実 S は強いんで、ね、もちろん。まあマナツモミは言わずもがなかな。で、あとはまあ触れとくと、まあ触れてなかったんですけど、触れたくなかったから、まあ木の実 S のポテトルカリオがいたらワンチャンありかな。ポテトは結構ね、あると嬉しいっていうなところはあるので。で、まあ、喋ってなかったところ行くと、じゃ、そうなんすわ。攻めてると思う。うん。これじゃ言わないですけど、結構攻めてるね、君。ということで、まあ、解放までにやることって言ったらそういうところなんですけど、もう一個言っとくと、絶対眠りバターカレー作れる人は、レシピレベル上げとくんありかなっていうふうに思います。僕まだ一回も作ったことないんで、ちょっと作った人がいたら勝ちっていうふうな感じだと思うんですけども、これね、まあ、カカオメックスとウツボっている人とかは、まあ、優先的に、エナジーを上げて、レシピエナジー貯めといて、次の湖畔でぶっ破するってのはありかなっていうふうに思います。マジ絶対眠りフィールドになる可能性が高いなって思ってます、僕は。はい、ではフィールドに行くまでに、まあ厳選した方がいいポケモンと、あとやっといた方がいいことみたいなまとめたんですけども、もう一個言っとくと、フレンド飴についてかな。フレンド飴も、まあチコリータ、不思議だね、マンキー、マラツモミ、イーブイとか、その辺優先したらいいかなっていうふうに思います。まあチコリータとかマンキーとかだいぶ喜ばれると思うね。マラツモミもそうだと思うけど、まああとブイズとか、ブイズも結構入れる人多いと思うから、その辺の飴をね、積極的に送ってあげると喜ぶ人増えるかなっていうふうに思います。まずはチコリータティア1です。で、
あと、まあ、寝顔の集め方みたいなところがありますね。寝顔なんですけども、まあ、51.8% ぐらいかな、多分240種類って言ったら。それぐらいがボーダーかなって思うんですけども、結構ヒアリングしてると、若草で粘り続けてたり、シアンのぐっすり厳選しまくってる人は、寝顔がちょっと集まりきってない人が多いかなっていうふうに思います。寝顔の集めやすさでいくと、やっぱいろんなフィールドに行っていて、まあ、いろんな睡眠タイプを出してる。結構当たり前なんですけど、っていう人が結構その寝顔クリアしてるんで、まあ、そのぐっすり狙いとかを固執しないっていうところは結構おすすめです。で、あと若草はね、星さんの寝顔が出ないっていうようなところがあるんで、まあ出ないというか出にくい、ほぼ出ないっていうようなところがあるんで、他のフィールド、だから今までそんなにフィールドボーナス持ってないフィールドに行ってやるのがおすすめかなと思うんですけど、まあシアンのウトウトとかやってる人あんまいないと思うから、シアンのウトウトありかなっていうふうに思いますね。それでも足りなかったら若草のウトウトもありかなっていうふうに思います。ぜひ寝顔を貯めてラピスラズリ早く行きましょう。まあただ焦る必要はないと思うよ。別に最初若草の2週間キャンペーンもあるし、まああの無課金とかにもめっちゃ優しい、賢いですね。こんなキャンペーン来ると思わなかった。本当にカブボクさんありがとうって感じなんですけども、僕は多分水曜にフィールドとして、探検隊してくるわ。みんなのためにいきなり、裸一貫で水曜日から探検してくるんで、はい、傷ついて帰ってきても癒してください。よろしくお願いします。帰りに食われたらごめんな。はい、ということでめっちゃ楽しみですね。で、今後なんですけども、まあ、鍋拡張も来るかなっていうふうに思うし、まあ、食材追加も増えると思うんで、結構食材、料理側のエナジーが増せるようになるかなっていうふうに思うんで、もちろんアップデート情報待ちなんですけども、鍋拡張来る可能性高いなと思ってるんで、まあ、レシピエナジー上げに余念がないようによろしくお願いしますと思います。では皆さん、ついに来た新フィールドですけども、これからね、準備をして2週間3週間ぐらい準備して、まあ、もしくはまだラピスラズリ行けないって人はもうこれから行けるように準備していって、まあ強そうなね新ポケモンゲットしようじゃないですか。では皆さん、続報が来たらまた速攻で動画上げるんで、ぜひチャンネル登録と高評価して待機してください。よろしくお願いします。それでは皆さん、ポケセリこれからも楽しんでいきましょう。おやすみ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。